されるんですか。だって当然多分皆さん事業主なのでやっておられるでしょ。今年の目標、JC マンとして一人の女性男性として何を目標にされてるんですか。今年どう成長するんですか。そしてその何のために JC はあるんでしょう。あなたの町のそれぞれの町の地域や国の議会や行政や民間の会社、これでしかできないことってあるよね。予算編成権は俺たちにないし、行政のことを実行する権利はないし、民間の会社は利益を出しながら継続的にやっていく、続けていくっていうことも僕たちは不得意です。だけどこの3つではできないことっていうのがあるんです。この彼らではできない問題を知り分析し、解決の方法をちゃんとみんなで考えて議論して一番役立つと合理的に信じる。ここですよね。理事会にやるべきはここですよね。合理的一番役立つと、これが一番いいんちゃうもん。一番金もかからへんし、一番人でも少なく済みそうやし、ベースなことを実践する、ここですよ。JC やるのは事業しなくてはいけないから JC があるんじゃありません。ギャグです。やらなくてはならない事業なんてこの世の中に一個もないです。大丈夫です。絶対に必要なのは何かを変える運動を起こすための授業です。運動、こういう世の中にしていこう、こういう方向でしていこう、こんなことをしていこうっていうことをいろんな人に分かってもらうために、行動してもらうために授業があるんです。地方を中心に考えたら、その時点でイベント屋です。イベントはね、金だけ払って投げた方がうまくやるようになってしまったら、その時点で負けですよ。オナニー野郎の会です。自分が生まれた地域、自分が育った地域、自分がずっと住むであろう地域、子供が育っていく地域、自分が仕事をする地域、いつか自分がそこで死ぬ眠るであろう地域、そんな場所が今まで以上に良くならなくていいなんて思ってる人はいないでしょ。普通ここにはまずいないでしょ。それぞれの、だからそれぞれの町に JC あるんでしょ。社会的な責任なんでしょ。地域があるから自分があるんでしょ。仕事があるのもそれだから、地域がちゃんとあるからでしょ。地域が崩壊してしまったら自分の仕事ないよな、きっと。なんとか自分の町のために役に立ちたいと思う気持ちはまともな大人なのみんな持ってる。いや、子供でも持ってるでしょ。だから行動するでしょ。だから京都まで来てくれたでしょ。みんなこんな寒いさ、ホテルは高い、宿何ご飯食べるとこも取れへんみたいな、わざわざ混んでる京都に来てるのはそのためだろ。来週来てほら、ホテル半額やで。どんな行動ですか。どんなことするんですか。あなたの授業ね、誰のためなんですか。あなたのためですか。みんなが美味しくビール飲むためにやってるなわけないやろ。何変えるんですか。自分はどう変わるんですか。自分変わらなきゃ何も始まらない。その結果何変えたいんですか。授業をしたらどう変わるんですか。何がどう変わるんですか。誰がどう変わるんですか。メンバーは良くなるんですか。これからの地域開発はやっぱりきちんとした目標設定をしないと、やっぱり協力はなかなか得られにくい。リサーチちゃんとしようよね。目標どこにおいて何を、子どもたち自身なのか、子どもたちを取り囲む環境なのか、ね、何をどう変えたいの。組織として共通の目標にしてください。地域を変える、とんでもないですよね。他人変えようなんて変わらないよ、そう簡単に。まず自分、リードザセルフです。まず自分自身が一歩踏み出して前へ行って、自分が変わらないと変わらないです。自分が地域に興味がないのに、他の他人に偉そうに自分の町のことを自分で考えてくれなんて町の人に言ったって変わらないよ、どうしようもない。自分で地域の本当のことを調べてください。JC メンバーやったら、その町のこと、その地域のことは一番詳しいやつがいっぱいいると。行政の人を知らない、
議会の人も知らない。でもあそこ JC 行ったらいっぱいいろんなことしてる奴がおるぞ。そういう地域に頼られるような存在になってほしいなと思います。JC にはダークサイドがあります。何も考えず、何も知らず、誰のためになるのか置いといて、どういったことが起きるのかも置いといて、全く感知せずにイベントをすれば、それなりに忙しいし、打ち上げのビールはそこそこ美味しいと。何のためなんですか、誰のためなんですか、それは。なんちゃって JC のダークサイドがなかなか抜けられないので、ぜひ、今年挑戦していただいて、本当の JC ってこうなんだよっていうところを一回、体験してほしいなと思います。我々が行う全ての授業は限られた資本、ね、皆さんの、ね、会員フィーっていう決まったかける人数ですもんね。資本と時間、時間もみんな一緒ですよ。24時間しかないんですよ。誰かだけ25時間あるなんてことないからね。いかに本当に価値のあるアウトプットを、ね、効率的に見なせるかっていうシミュレーションをみんなでしてるんでしょ。それを仕事にフィードバックしたら素晴らしい仕事ができるから、かっこいい社長が地域に増えるんでしょ。 JC の授業で自分の人生、自分のビジネス、どこに活かせるのか、どこに学びがあるのか、いつも探せる人、そういう素晴らしい人がたくさんいたら、そういう人に憧れてたくさんメンバーが多分入ってきてくれるんじゃないですか。さあ終わって、文献なんですけど、この金井先生っていうね先生のこの本とか、この本すごくいいです。先生もすごくいいんですけども、これですね、サーバントリーダーシップ、この本もすごくいいです。ドラッカーさんもいいんですけど、マネジメントとリーダーシップをごっちゃになってるケースが結構あるので、違うっていうことを分かっておいてほしいなと思います。で、一番最近これがいいなと思ってます、金井先生の組織変革のビジョンという本があるんですけども、そんなに高くない本なので、ぜひ、いくらかな、720円です。多分 Amazon で中古のやつを買うともっと安いと思います。で、一番大事なのはこのバイブルオブジェシー、僕がこれを一番最初にもらった赤本なんです。今そこの共済会で売ってます。3000円かな、ブルーの本すごくいいです。最初のページの方で500字で JC を説明するとか2000字で JC を説明するなんていうのは、これみんなちっちゃい縮小コピーとかして持ててもらったらすごくいいなと思います。特に学習を、ね、やってるような、人はぜひ、あるいは、ね、今年初めて、理事委員長を受けてなんか今ちょっとよくわからない困ってるんですみたいな人は、これすぐそこで売ってるから、これ買ったらすごい読み値があると思います。いや、すごく安いんです、この3000円は。この後こういうふうに、とりあえずこのぐらいは喋る、あと4月新潟と市川かな、行く話になってるので、もしお近くの人がいたら来てもういいよな、集団とかもいいよな、他の人来てくれると他のところも多分 OK やと思うんですけども、3月にまた、仙台で、セミナーやります。この時3時間がっちりやるので、まあ、それももしよかったら聞きに来てください。大阪では、4月ぐらいから2週に1回ぐらいこうやってセミナーをずっと毎年やってます。ここも飛び入り OK です。大阪の事務局でやってるので電話一本してくれたらいつでも OK です。聞きに来てください。ありがとうございます。もうあと1分ということでちょうどこれで終わりです。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、佐藤先輩、大変素晴らしいご講演ありがとうございました。はい、ここで、質疑応答の方に移らさせていただきます。ご質問がある方は挙手にてお願いいたします。
5時ぐらいはこの会場に選挙区会議の会議内会議場内に入場した方がいます。はい、じゃあ質疑応答が内容でしたらですね、この会終わった後ですね、佐藤先輩少し残っていただいておりますので、個別に相談ある方はその時に来ていただいて相談していただけたらと思います。それでは、ここで質疑応答を終了させていただきますが、今一度佐藤先輩に大きな拍手をよろしくお願いいたします。また皆様のお手元の方にアンケートの方を加えさせていただいておりますけども、こちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。またここで報奨委員会と同じく全国の道の皆様からのエントリーをお願いしております。人間力大賞運営委員会からのお知らせがございます。公益社団法人日本青年会議所人間力大賞運営委員会副委員長清瀬大夫君、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。2013年度公益社団法人日本青年会議所地域グループ人間力大賞運営委員会副委員長を務めます広瀬孝之でございます。よろしくお願いいたします。この度は、アワードの魅力セミナーの大変貴重なお時間の中、私たち人間力大賞の PR するお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。今年で27回目を迎える人間力大賞でございますが、皆様方の温かいご支援ご協力のもと、少しずつではありますが確実にその知名度を上げているところでございます。まあ、その知名度でございますが、委員会といたしまして、どのぐらい知名度があるのかと壇蜜さんと比較して検証させていただいた結果、残念ながら壇蜜さんの方が有名でした。今年は、より多くの人々、ひいては全国民にこの人間力大賞 を理解していただき、そして一人でも多くの傑出した若者を発掘し、そして世に送り出し、地域との有機的なつながりを構築し、そして、意識を変え、人々の意識を変え、そして、刺激を受け、また感動を受けた人々が自ら行動を起こすことで、この地域、また日本がさらに元気になることを目指し運動してまいります。ぜひともご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。ではここで、人間力大賞につきまして、細かい詳細の方を、小高委員の方から説明させていただきます。皆さんこんにちは。人間力大賞委員会の小高翔太と申します。社団法人筑波青年会所より施行させていただいております。人間力大賞とは、定年版国民栄誉賞、20歳から40歳までの光り輝く傑出した若者たちのさらなる活躍を期待し、国民全体で応援する大賞です。次にエントリー対象者は20歳から40歳までの積極果敢な活動、挑戦を続けている人間力あふれる若者、科学技術、医療、福祉、文化芸術、国際交流、協力、環境、スポーツ、教育、まちづくり、災害復興など、もちろん青年会議所メンバーもエントリー可能となっております。次に、昨年の受賞者を紹介させていただきます。公益社団法人金沢青年会議所より推薦されました宮島哲也さん。彼は自分自身の障害を乗り越えながらも、子どもたちに自身の経験と夢や目標を持って行動することの大切さや、同じような障害者や障害スポーツをより身近なものとして感じてもらえるよう活動しています。そして障害を通じたからこそ得ることができた出会いというものを大切に、一つ一つの機会を生かしています。次に、一般社団法人筑波青年会議所より推薦されました伊藤文也さんです。彼は担い手不足の農業と働く場のない障害者を結びつけ、誰もが生きがいを感じながら働くことのできる社会を作ることを理念に掲げ活動しています。あなたの町にも必ずいます。積極果敢な活動、挑戦を続け、地域や人々に夢や希望を与えてくれる人、光
光り輝く若者を世に送り出そう。彼らの思い描く、ふるさとを愛する思い、夢を叶える思いを共有し、志を同じくする若者の輪を広げて、活力ある地域づくりへとつなげませんか。次に、申請についてですが、次戦、ロム、推薦ともに、ホームページより申請、登録可能となっています。また、今年からはスマートフォンからも申請、登録可能となっております。エントリーは、ホームページより登録フォーマットで簡単にエントリーしていただけます。続いて、本申請は、各ロム様との共同申請となります。以上で登録完了となります。締め切りは2013年の5月20日となっています。次に受賞についてですが、受賞式典は2013年9月予定となります。入賞されますと賞状、トロフィー、副賞として活動支援金が授与されます。また奨励賞としまして、内閣総理大臣奨励賞をはじめ、このようにたくさんの奨励賞が用意されています。次に ロムへの包括しまして、人間力対象を活用した事業を行ったロムの雇用をご紹介いたします。地域に密着した活動を展開できた同世代の素晴らしい若者と出会い、ロムメンバーの意識が変わった、ロム推薦であることの意味が理解できた、地域へのパブリシティ効果があった、連携してロムの事業を行ったなど、数多くの声が届いております。エントリーはウェブで登録となっておりますので、皆様の多大なるご協力のもと、多くのエントリーをお待ちしております。最後に、地域に眠っている若者に光を当てるためには、皆様のご協力が必要です。一人でも多くのエントリーをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
前やったら見えるのは、安定でございます。